マルタンジェト・マルタンジェトは、コートジボ・アール・アビジャン出身の元フランス代表のサッカー選手。ポジションは DF。RC ・ストラスブールを経て AS ・モナコに移籍。リリアン・チュラムの後釜として、期待に違わぬ活躍を見せ、1997年にはリーグ優勝も経験した。2001年、イタリアのパルマ・エージーに移籍。 ここでもチュラムが去った後のディフェンスラインを任されるも、チームの不信と共に低迷した。しかし、2002年にイングランドのフラム FC へレンタルされると、まずまずの働きを見せた。フラムは完全遺跡を望んだもののパルマが拒否、結局2シーズンのレンタル後にパルマへ復帰するも、2005年にオグック・ニースへと放出された。その後、再びイングランドへ渡り、 ボルトン・ワンダラーズ FC でプレイするが、活躍はできず、2006年1月に契約を解除される。母国へ復帰したジェトは、フランス2部の FC イストルへ移籍。イストルとの契約が切れると、リーズ・ユナイテッド FC のトライアルを受けるも合意に至らなかった。2007年1月、フランス5部に所属する SC シルティゲームと契約を結び、現在はアマチュアとしてプレイしている。 フランス代表として6試合に出場している。ありがとうございます。